うのだよ、サクヤン。白と黒でフリフリがいっぱいついてるの。これか。なるほど、確かに素敵だね。ただ、私に合うかな。心配なかったよ、サクヤなら似合うばい。それに、こういうコスロリは定番やなかった？でも、サクヤさんはフリフリを控えめにしてもいいのかも。繰り返しますけど、ゴシックにもいろいろあるから。ゴスロリ以外も射程圏内だよね。もうちょっと探してみよっか。はぁ、コンセプトって言っても細かく考えると難しか。とりあえずはビジュアル面の話になってしまうけれど、コンセプトと衣装はどうしても直結してしまうし、衣装はユニットのイメージそのものだからしっかりと作り込まなくちゃならない。実際の衣装として考えるなら、自分たちが着て踊るってことも考えとかなきゃだしね。三峰たちお人形じゃないし、可愛くても動きにくかったらアウトだもん。そうばい、衣装、うちら今うちらの衣装のこと考えとるんよね。今さら？だからこうやって集まってるんでしょ。その通りばい。でもなんやろ、今になってドキドキしてきたばい。コンセプトが決まると衣装も決まるってとこまでうちの中でつながってなかったとね。きっとキリコ、そっちの雑誌見せてもらってよかった？うん。こげんすごか衣装着てステージに上がるんがうちの夢やったたい。そうすればたくさんの人に見てもらえると、きっと見てもらえると。こがね、その夢がもうちょっとで叶うとよ。小金ちゃん、そうだね。小賀たんならできるよ。どこにだって届けられる。よーし、であれば衣装案出しも張り切りたいところですけども。いい加減もっと具体的なとこを考えなきゃいけないんじゃない？ほら、ピアスとかチェーンとか小物だって使えるわけだし。あー、雰囲気出るよね。カスタムしないと楽しくないし。こんな感じとか。うん、なるほど、ちょっと個性的になるね。いや、個性的っちゅうなら白塗りとか。みんなお人形みたいな顔になると。それバンドっぽくない？まあ興味なくはないけど。注目されるかもしれんよ。みんながせんでもうちはする。落ち着いて小型ん、注目はされるかもだけど、それじゃあ小型んだって分かりにくくなっちゃうよ。あ、それじゃ本末転倒たい。それよりこっちの見せ方の方がさ。あくまで希望だから、問題がなければこれで行きたいということなんだけどね。プロデューサー、どうだろう。やったばい。さすがプロデューサー、話が分かったのに。いい営業材料でしょ。感謝してくれていいよ、プロデューサー。よかった。ありがとう、プロデューサー。頼んだよ。なんか、すごい積極的なんですけど。いや、そう言ってもらわんと困る。練習は頑張って、そう衣装着て。